メダーノスデコロ国立公園ファルコン州は、ベネズエラに23ある州の一つ。州都はコロである。総面積は24,800平方キロで、人口は95万57人である。メダーノス地境で陸続きになっている、パラグアナ半島の北海岸からアルバまで27キロメートルしかなく、他の ABC 諸島との距離もそう変わらない。州内には、 メダーノスデコロ国立公園、クエバデラ・ケブラーダ・デルトロ国立公園、モロコイ国立公園、フアン・クリソストモ・ファルコン国立公園の4カ所の国立公園がある。1499年にアロンソで大ヘダ率いる探検隊の一員であったフアンデラ・コサとアメリゴベスプッチがヨーロッパ人として初めて足を踏み入れた。1864年にコロ州として発足したが、 当時のファンクリソスともファルコン大統領にちなみ1874年に解消された。海岸平野とアンデス山脈の裾野からなる、この地域はほとんどが乾燥帯で濃厚には限りがある。田畑は渓谷と山合いに集中し、トウモロコシ、ココナッツ、セサミ、コーヒー豆、砂糖キビなどを産する。州ところとパラグアナ半島では工業化が急速に、 進んでいる。半島南部のプントフィホにはパラグアナコンビナートをはじめとする大規模な石油生成施設が隣立しており、国内の石油生産の約3分の2をまかなっている。生成された石油はアムアイ港からタンカーで世界各地に輸出される。州は下記の25ムニシピオからなる。括弧内は各ムニシピオの中心都市。アコスタ市。 ボリーバルシブチバコアシカシケマナウレシカリルバナシコリナシダバフーロシデモクラシアシファルコンシフェデラシオンシハクラシロスタケスシマウロアシミランダシモンセニオールイクリサシパルマソラシペティトシピリトシサンフランシスコシシルバシスクレジトコペロシユニオンシウルマコシサモーラシありがとうございます